2020年3月5日、世界初となるリチウムイオン電池搭載潜水艦が就役した。その名は王龍。双龍型の11番艦となる王龍は、動力がリチウムイオン電池になったことで潜航時間がさらに向上しており、作戦行動上において有利になった。潜水艦は艦艇からすると最も脅威となる兵器であり、各国海軍でも重要な地位を占めている。世界で海軍がある国は120カ国を超えるが、その中で潜水艦を保有する国は41カ国にもなり、隻数は合計で約460隻以上と言われている。500トン程度の小型のものから2万トン近い原子力潜水艦まで、サイズや任務も多様である。原子力潜水艦を保有する国はアメリカ、ロシア、中国、フランス、イギリス、インドの6カ国だけとなっており、その他は全て通常動力潜水艦となっている。その中でも世界初となるリチウムイオン電池搭載の王龍は各国から注目を浴びている。今回は日本の潜水艦にフォーカスして、最新の王龍を含め現役の親潮型、双龍型の特徴を解説していこう。親潮型潜水艦。海上自衛隊の潜水艦の歴史は黒潮型から始まり、現在就役しているのは親潮型11隻と双龍型12隻である。親潮型潜水艦は1998年から2008年にかけ11番艦まで就役しており、1、2番艦はすでに練習潜水艦として最前線を退いているものの、全艦現役で活躍している。全長82メートル、幅 8.9 メートル、動力はディーゼルエレクトリック、水中速力20ノット、時速約 37km、 水中排水量3500トン、乗員70名。潜航深度は作戦上潜水艦の一番重要な秘密であるが、500メートル以上は可能と言われている。特徴としてはソーナーアレイが艦首の他に船体にも装備されており、そのため涙型船体から葉巻型船体へと変更されている。涙型とは涙の雫のような形状、いわゆるティアドロップ型で、葉巻型とは円筒型の部分が長い船形である。海上自衛隊は作戦行動ができる潜水艦を22隻体制にすることを目的としており、そのため艦歴の古い潜水艦は延命のため改修工事が行われ、さらに新しい戦術システムに換装されつつある。ソーナーシステムは Z996 と呼ばれるものであるが、改修工事により新型の双龍クラスと同様の Z997 に変更になると言われている。艦艇やヘリコプターから吊るされたセンサーで潜水艦を捜索するときはソーナーという音を水中に発信し、跳ね返ってきた音を分析することで潜水艦かどうかを判別する。親潮型の船体の一部には吸音タイルが貼られており、ソーナー音が当たったときに反射しにくいといったメリットがある。また新しい統合ソーナーシステムにより水中捜索能力を大きく向上している。親潮型の武器については533ミリ魚雷発射管6門で対艦ミサイルも発射可能である。魚雷については1989年に作られた89式超魚雷を現在も使用しており、2枚のプロペラで水中を進む二重反転プロペラで、水中速力40ノット以上、約 80km で 900m 以上は潜航できると言われている。89魚雷はソーナー音を発信しながら目標を捜索するアクティブモードと、相手のエンジン音などを探知して捜索するパッシブモードのほか、リモートコントロールによる優先誘導も可能となっている。次期魚雷は2018年に開発された18式魚雷が装備される予定となっている。双龍型潜水艦。双龍型の特徴として動力がスターリング AIP になり、艦尾の X 舵、非貫通型潜望鏡などがあり、潜水艦としての性能は世界でもトップクラスのレベルだ。全長84メートル、幅 9.1 メートル、動力 AIP スターリングエンジン、水中速力20ノット、時速約 37km、 水中排水量4200トン、乗員65名。 AIP システムとはスウェーデンが開発した動力機関であり、低速力で航行した場合、長時間電池容量を低下させることなく走ることができ、親潮型と比較すると水中行動能力はかなり向上している。潜航時間を大幅に長くできるため、乗員のために艦内の空気の管理も徹底されており、一酸化炭素、二酸化炭素除去装置を装備して空気の清浄度を常に監視している。また艦尾の X 型をした舵は双龍型の特徴でもあり、水中での運動能力が向上している。
非貫通型潜望鏡とはマストに光学カメラがついていて、周囲を数秒で撮影して潜航後にその画像を分析できるため、従来のように周囲を見回して確認する必要がないため、敵に見つかる可能性が低くなるメリットがある。さらに艦内のネットワークが強化されており、データの共有や表示が可能となって戦闘状況の把握がしやすくなっている。世界初のリチウムイオン電池潜水艦オーリュー、双流型潜水艦の11番艦として2020年3月5日に就役したのがオーリューだ。世界初となるリチウムイオン電池による動力の研究は当時の防衛庁で1997年に始まり、運用面や技術面における試行錯誤を重ね、23年の年月を経てついに完成した。きっかけは1994年、バッテリーで有名な企業 GS 湯浅から潜水艦用のリチウムイオン電池の提案が出されたことである。船体のサイズについては双流と変更はないが、オーリューでは10番艦まで使用されていた AIP システムと鉛電池をリチウムイオンに換装しており、中高速航行でも行動能力が向上している。充電時間も短くなることから迅速な作戦海域への進出、機動力を生かした作戦行動などが期待でき、従来の鉛電池と比較すると軽量かつ2倍のエネルギーが得られ、化学反応による有毒ガスの発生がないため潜水艦のような密閉空間に向いている。さらに充電と放電を繰り返しても劣化するスピードが遅いため、メンテナンスの面においても有利だ。潜水艦のバッテリー充電とは、潜水艦の電池を充電する際は浮上してディーゼルエンジンを回す必要がある。ガソリンを使って発電機を回して電気を作るイメージといえば分かりやすいだろうか。そのためには空気が必要となるため、水上にシュノーケルを出さなければならない。この間ディーゼルエンジンを起動しているためエンジン雑音が発生する。またシュノーケルが航空機や艦艇にレーダー探知される恐れもあるため、なるべく充電時間は短い方がいいのだ。リチウムイオンバッテリーの場合、充電時間が従来の鉛電池に比べ短いため、浮上している時間も短くなり、作戦上かなり有利となる。リチウムイオン電池の価格は高価なため、建造費は643億円となっており、10番艦の517億円と比較するとかなり高くなっている。オーリューは船体と環境周りにはほぼ吸音パネルや反射材が貼られ、相手のソナー音を吸収、拡散させることで探知を困難にする。また、時間雑音、ノイズや振動を抑える働きもあるため、相手がパッシブモードで音を吸収していても探知されにくいという特性がある。武器については 53.3 センチ水中発射管が6門あり、89式魚雷もしくは対艦ミサイルのハープーンの発射が可能である。また魚雷攻撃を受けた場合に TCM と呼ばれるおとりが装備されており、船体後部から自走式デコイ、魚雷用ジャマーの運用が可能である。海上自衛隊の潜水艦まとめ。今回は海上自衛隊が世界に誇る潜水艦親潮型と双流型について解説した。日本の周辺国である中国、北朝鮮、ロシアは弾道ミサイルを発射できる潜水艦を保有しており、水中から発射された場合イージス艦でも撃墜することは困難である。イージスアショアの配備も中止され、いつどこからでも弾道ミサイルを発射できる潜水艦は艦艇や日本にとっても明確な脅威である。日本の潜水艦の性能は世界トップレベルと言われている。その性能を生かし、有事の際は水中に潜む敵を叩き、日本の安全を維持するためにも潜水艦の役割は重要である。